別府市別府市は大分県の東海岸の中央にある市、大分県で2番目に人口が多い都市である。別府温泉で全国的に知られ、泉都と呼ばれて、毎年800万人を超える観光客が訪れる観光都市であり、国際観光温泉文化都市、国際会議観光都市に指定されている。温泉が市内各地で湧き出し、 源泉数は2300カ所以上で、日本の草原泉数の約10分の1を占め、輸出する油量も、日量12万5000キロリットルで、日本最大。温泉は、観光や市民生活だけでなく、古くは、病板の生産から、地熱発電、医療、季栽培、養魚業、最近では、温泉泥,泥美容まで様々な産業に幅広く、利用されている。経済的に、 大分都市圏、別大都市圏に属し、隣接する大分市とは、市街地が高崎山により分断されてはいるものの、その間約7キロメートルは、九州で最も交通量の多い区間の一つである六車線の別大国道道10号により結ばれている。また、市内に4カ所ある JR 日報本線の各駅からも大分市中心部まで10の30分程度の距離であり、 大分市のベッドタウンとしての役割も担っている。特別都市建設法による財政的優遇措置を得ていることもあり、2018年現在、平成の大合併に接した大分県の市では、津久み市と並んで合併、編入がない。大分県の東部のほぼ中央に位置し、西側には湯部岳、鶴見岳を中心にした連山と、東には瀬戸内海、別府湾に流れ込む、 長県川、春木川、境川などの河川により形成された、扇状地と下流部の中石屋からなる。扇状地の北部及び南部は、断層活動により、東西を横切るように短い断層が多数分布し、市街地はそれらの断層に挟まれた、くぼんだ地形に立地している。市の西部は、大分百景の一つに選ばれている、湯布川峡谷、東山付近、 および阿そ十国立公園の指定域があるため、森が多い。市を南北に貫通する形で、海岸線沿いを国道10号、中央部を大分自動車道が通る。別府国際観光港を起点として、鶴見岳市、湯部岳の南側を大分県道11号別府一の宮線、九州横断道路が通る。セット内海式機構に属し、 平均気温は摂氏16.4度。平均年間降水量は1644.6ミ、mm、リメートル。1981年から2010年の平均値。厳選数、流出量ともに日本一。1956年時点で15大技からなっていた。1965年から中心部で住居表示を実施した。住居表示を実施している。 地区以外では以下の町名が用いられている。これらの町名は通称であり、正式には大技を用いている。例として、みゆきの場合、多自治体と同様な地盤表記は、別府市大技鉄理に X 番地と表記し、日常的に用いられる、通称住所は別府市みゆき Y と表記される。また、一部の町は同名の住居表示実施地区がある場合がある。 1978年、昭和43年1月1日制定。法務省財務省厚生労働省国土交通省防衛省。別府温泉の歴史の項も参照のこと。2005年国勢調査による国際観光都市であるため、宿泊業などの観光産業や小売業を中心として、第三次産業就業者の割合が8割を超えているのが特徴である。 逆に、第一次産業と第二次産業を就業者の割合は極めて少なくなっている。また製造業も菓子類や土産品などの食品製造が中心であるため、製造品出荷額が118億円、従業者一人当たり出荷額も923.5万円、2005年、計算省工業統計と極めて低い。国指定の伝統的工芸品別府だけ在庫の 伝統工芸士には18人が認定されている。雇用人員数上位4社、上記すべての店舗が比較的市内中心部に近い位置に所在している。括弧内は別府市内の店舗数、中心商店街はほぼ全域が中心市街地活性化事業の計画区域に含まれており、2012年頃までに順次改装、再整備される予定となっている。現在、 活性化事業により空き店舗を改装した交流、イベント施設、プラットフォームが中心商店街内のあちこちに点在し、これらをメイン会場に2009年4月11日から6月14日までの間、別府現代芸術フェスティバル2009、混浴温泉世界が2012年10月6日から12月2日までの間、別府現代芸術フェスティバル2012、 混浴温泉世界開催された。また、北浜地区を中心として、各種飲食店も密集しており、九州有数の規模の歓楽街を形成している。市内に本店、または支店多く銀行、新宅銀行、信用金庫、信用共同組合、労働金庫、農業共同組合、証券会社は以下の通りである。市内に一般営業窓口を置かず、 ATM のみを設置する金融機関かつて市内に店舗を展開したが撤退した主な金融機関。なお、市内の広範囲で愛媛県のテレビ、地上デジタル放送を含むやラジオ放送が全局受信できるが、近年は CATV の普及に伴い受信していない過程も多い愛媛県の地上デジタル放送を受信するは多くの場合でアンテナの再調整が必要である。 高度経済成長期の人口増加を経て、1980年代から1990年代前半にかけては大きく減少したものの、1990年代後半より人口減少は鈍化、以降はほぼ停滞している。最寄り空港は大分空港、福岡空港、北九州空港とを結ぶバス路線については高速バス、別府北浜を参照。 市の中心駅は、別府駅。なお、1900年から1972年には、大分駅前から、亀川駅前まで路面電車の、大分交通別台線が存在した。また、当時客向けに、別府五湖市、現、亀川間の鉄道が計画され、温泉海遊鉄道、別府温泉鉄道を設立、麻生滝地や伊田伝右衛門など有力者が名を連ねて、板が実現しなかった。 1911年6月、免許。1916年10月免許執行。高速道路、一般国道主要地方道一般県道。両者とも各主要系統は、概ね20から30分ごとに運行されている。また、主要系統が重複する別府駅別府北浜、観光港、亀川間や別府駅西口市役所北口から、光の沿管などは、 日中、おおむね10分前以上の運行がある、近年は、原油高校等により、宇和島運輸フェリーの三崎航路とソレイユエクスプレス、瀬戸内海基線系屋内、広島、呉、松山航路が廃止、広島、徳山方面は高速バスで大体、関西汽船が一往復に減便される、松山方面の航路全廃等の動きが出てきている。大正時代に選定されたもので、 現在では、しだか湖以外は、一般的な観光地ではない。別府市近隣の観光地を含む、1930年、昭和5年に選定されたもので、現在では、一般的な観光地ではないものある。名前の前にがついている人物は個人。2015年12月の市議会で、別府市が、同年10月に、市内の遊戯場、パチンコ店、 競輪場13カ所で5日間調査して発見した受給者25人に文書で指導し期間中に再び店に委託人の医療費を除く生活盛り費を1から2ヶ月停止していたことまた受給開始時にパチンコ店に出入りしないという制約書を求めていたことが明らかになった生活保護受給者の比率が3.3%と全国平均の2倍近くに上る別府市では 1990年、以前から年1回ペースで調査を実施していた。これに対しては、賛否両論があり、弁護士ら約140人で作る、生活保護支援九州、沖縄ネットワークが、指導や処分は違法、過度の制約を貸し、著しく不適切として中止する、要申し入れ、意見書を提出したほか、初鹿昭弘衆議院議員も、国会で、質問主意書による質問を行った。 一方、別府市に寄せられた200県庁の意見のうち、8割以上が停止措置を指示する内容であった。この問題について、厚生労働省は、生活保護法ではパチンコ等への支出は明確には禁じられておらず、支給停止は不適切との見解を大分県に伝達し、2016年2月に大分県は別府市に是正を求めた。これを受けて、 別府市は2016年度より停止措置を取りやめることとしたが、一方、巡回調査は継続して受給者を発見した場合は、指導も行うこととした。これに対して、生活保護支援九州、沖縄ネットワークの事務局長を務める弁護士は、生活保護受給者は、公衆の面前で、何来法制のない行為についてまで強制から干渉されても仕方ないとや誤ったイメージを与えられ、 萎縮させられるため、不適切だとの見解を示した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。